造船に関わるさまざまな業種の代表を招いて業界のコミュニケーションを図る造船関係事業者の集いが11月19日笹川記念会館で開かれました。皆さんおはようございます。ご来場ありがとう。私は今年の5月4日で満91歳になりましたが、老眼鏡もありません。片方で飛び降りてしまうし、3階4階駆け足上がっちまいます。外国行きますとね、大統領は、貧乏な国の大統領は迎えに来てくれるわけです。で、上から駆け足降りるからピクショーからもう一品上がってまた降りるんです。そこで今社会の総裁会長を6つ7つやらされておりますが、そうして日本の会長は数十団体で、日本の会員数は去年の4月で3000万人を突破いたしました。で、日野原明が私の主治医ですから、休暇を取ってくれと言われますから、私は忙しくは取れない。いつ休暇を取るんですかというか、死んでからまとめて休暇をもらう。昨年の笹川会長の挨拶の後、セミナーが行われ、政治評論家の飯島清氏と橋本龍太郎大蔵大臣が国際政治構造の変化と日本の対応、時局の雑感と題して講演。両氏とも現在の政治経済を国際的に分析し、造船業の役割について語りました。ついに米ソの首脳によって冷戦構造が終焉となり、イラクのクウェートへの軍事侵攻が起こりました。まさにこれらの出来事というのは、今までの政治史や我々の通念では考えられないようなことが次々と急激に変化をして起こってきたと申し上げていいと思います。一体どのような内容を持った船を考えなければならないのか、まとまりません。それはいわば防災に中心を置くのか、医療に中心を置くのか、あるいは難民の救出物資の輸送に中心を置くのか。日本が海で行わなければならない国際協力について、さまざまな姿が想定をされます。それぞれに問題点があり、それぞれのテーマの選び方によって我々が持たなければならない船の種類もまた変わってまいります。しかし、こうしたテーマもいずれ近い将来私たちは考えなければならなくなるでしょう。